こんにちは、ゆうです。バズドラのお時間です。はい、今日お誕生日の方おめでとうございます。はい、僕もね、こういう動画ちょっと撮ろうかちょっと迷ったんですけど、はい、いろいろね、最近ね、ちょっとバズドラさんが、チェンソーマンコラボの加藤でそれ話題になってるので、ちょっと僕もね、ちょっとまあ思ってること言った方がいいのかなっていう風にね、今こうやって動画撮っております。はい、あとその最近多いんですよ、結構サムネの決め顔をやめた方がいいとか結構言われるんですけど、はい。別に、それも僕お仕事なんですよ、はい。お仕事なんで、はい。それはね、まあ、サムネの感想はいただくのは全然ご自由なんですけど、はい。全然、まあ、そこは大丈夫です、はい。決め顔が嫌いな方は、はい。ごめんなさいっていう感じでね、はい。で、まあ、じゃあ、決め顔が嫌やって言われるんで、じゃあ今日はもうね、普通にもうスウェットと、はい。スウェットで撮りますわ、今日、はい。で、はい、ツーパーゴッドフェス見ていきましょう、はい。僕、誹謗中傷に関してはね、ごめんなさいね、今画面調整をしてるんですけど、はい。誹謗中傷に関しては、全然そんなこと言ってくるやつは、はい。知能というか、まあ、小学校1年生だと思ってるんで、はい。小学校1年生の子にね、皆さんね、ボケとか言われても何も思わないでしょ。僕も何も思わないですよ。はい。そういう方たちは、小学校1年生だと思ってるんで、はい。小学校1年生にもなってないから、1年生の方がまた賢いかもね。はい。そういうしょうもないこと言ってるやつは別に僕ノーダメージなんで、はい。大丈夫です。はい。ご心配してくださってる方、ありがとうございます。はい。というわけでね、はい、チェーンソーマンコラボ、今話題になっているのがね、はい、このね、単体でコラボして欲しかったっていうこととかですね、はい、デンジさん、チェーンソーマンコラボの、ガチャキャラが、1,2,3,4,5,6,7,8,9、9体 ?9 体かな、ちょっとごめんなさいね、数字苦手なんで、はい。ガチャキャラが9体で、確か、あれですね、ダンジョンキャラがあれかな、なんか3体やったとか、ですかね、はい。まあ、それに関して僕はじゃあ、まずはその、いい点、僕もじゃあ、あんまり言いたくないんですけど、これはどうかなって思う点もちゃんと今回は言います。正直なこと。はい。で、まあ、これに関していい点は、まずは普通に、副産物で、ワンチャンね、今すごくね、ウォリアム・ライトと、マーベルが強いじゃないですか。で、ちゃんとね、協調チャレンジに間に合う期間内に、これね、アグリゲートと、ヒカリンやワルリンとか、アシストめっちゃ欲しいんですよ。僕も芝居丸で、無課金サバーカ芝居丸って動画出させていただいてるんですけど、ヒカリンワルリンがあったら、クリアできる場面とかめちゃくちゃあるんですよ。でも持ってないんですよ。で、アグリゲートが持ってるか、まあなんとかなってると。あと、この、ローレンスですよね。ローレンスとか、ちゃんと協調チャレンジに、クリアできる可能性とか、そういうものをちゃんとこのラインナップにも入れてもらってるんですよね。入れてくださってるんですよね。その前半のタイミングにちゃんと。はい。で、後半といえば、もうね、ガチャドラとかなんですけど、そのガチャドラのクリアも、あるんで、まあそこはね、人それぞれだと思うんですけど、でも圧倒的にね、マーベルが交換できますで、で、ガチャからローレンス、ヒカリン・ワルリン、アグリゲート、そちらがね、誰でも言うたら交換できる可能性があるもので、それのセットとして、まあ、ある分に関しては、すごくね、僕は別にいいんじゃないかなと、そんな騒ぐほどかって思うんですよね、はい。ね、いちいちまあ、自分のね、個人の、X アカウントで、まあ、お気持ち表明する分には全然いいと思います、本当に。ただ、ね、公式さんになんかもう、いわゆるね、ちょっとなんか、悪そうな、コメントとか、リプとか、飛ばしてる方は、そうどうかなと思います。うん、そんなんで、お前楽しいんかって、まあ、人生が楽しいからそうしてんのか、そんな、全然おもろないからそんなしてるんかな、どっちかな、と思ってます。はい。まあまあ、単体でコラボして欲しかったっていう方のね、気持ちもわかりますよ。ほんまに。そこは、はい。そこはね、また別途、後半でお話しさせていただきたいと思っております。はい。そうですね。本当に。はい。コラボページ飛びました。はい。これですね。はい。ガチャキャラがやっぱり9体ですね。で、こちらが、条件付きでクリアできる。はい。これですね。はい、はい。これがあれですね。ガチャキャラをゲットしたら手に入れられる形になるという。はい。
で、こちらがダンジョンさんか。はいはい。で、コロシアムもありますと。はいはい。これら辺はね、もう、他の方々が動画出されてると思うんで、はい、まあまあ割愛させていただきますと。まあ、普通にね、ログインスタンプもあるんで、チェーンソーマンコロプ確定画像もあるんで、別にいいと思いますし、はい。じゃあですよ、コラボキャラが多すぎた多すぎたで、文句を張る方、やるじゃないですか。で、今回はそのコラボキャラが多くなる代わりに、はい、こちらのフェス券とかがゲットできるって考えれば別に、よくないって思うんですけどね、僕は。ほんまに。そこはね、じゃあどうしたらいいんですかっていう、どうしてほしいんですかって何しても文句しか言わへんやんって思うんですよね、僕は。はい。じゃあもうそういう方たちはね、公式さんの、X アカウントに、そうね、なんか、心もとないリップとか飛ばすの、そう、誰でもできるんですけど、もう一個ちょっと頑張ってね、概要欄に、パルダさんの、運営、ガンホーさんの運営サイトの、はい、お問い合わせフォームにあります。はい、そちらに送ってください。はい。もう、それでね、X とか、もう、公式さんのリップ欄とか、僕もそう見てられないんですよ。はい。そういうのを見てられないんで、本当に。もうそこに書くのはもうやめて、はい。あとは、公式さんにちゃんと意見を送ってくださいということでね。はい。そちらをね、ちょっと一旦区切りにして。で、今回、今からは、ちょっと僕もちょっと、んって思うとこを、言っていきたいと思います。まず、一回僕も言ってたね。はい。あんなこと言っといて、クソリプというか、はい。ちょっとお気持ち表明、ちょっとね。プロデューサーさんに、引用リツイートという形でこういうことを送らせていただきました。でも届いてなかったんですねっていうのは送ったことあるんですよ。はい。まあ、それが、僕ね、もうね、ここにも置いてあるんですけど、遊戯王が大好きなんですよね。遊戯王大好きなんですよ。はい。今日遊戯王の日に撮ってるんですけど、はい。まあ、遊戯王大好きで、その遊戯王コラボがありましたと。で、ね、そんなに性能ももう一つで、でも石10個で、じゃあもう誰も引かんとこ、もう遊戯王が、とかいう。ね。で、その次の遊戯王コラボの第1週目の週に、じゃあ、新学期ガチあります。で、大々的に YouTube にて、その、バンドメンバーの、あれ、ギアステップか、やりますっていう宣伝しあって、それはその作品にリスペクトが全然欠けてるんじゃないかって、それはもちろん思いました。それに関しては僕も公式さんに、はい、意見を送りました。なぜこの1週目の、まだコラボ始まって2週間あるうちの1週目に、自分とこの気合入れた、その、しかも PV 付きの、このボタンを押したら見れますっていう、それをやるんですかって。ね。まあ、ちょっと言い方もちゃんともっと丁寧ですよ。ちゃんと、はい。それはどうなんですかって、もちろん送りましたし、はい。実際もう、ちょっと、まあ、お誕生で消しちゃったんですけど、はい。まあ、そこのね、その送りましたって感、添付、引用リツイートで、プロデューサーさんの X アカウントのツイートに、まあ、僕もポストが、貼らせていただいたことももちろんございます。はい。僕は全部が全部イエスマンではないですね。思っていること別に、はい。お仕事柄その言わないだけで、はい。はい。そんな感じですね。あと、そうですね。もうそこぐらいかな。僕はあとコラボをね、もうちょっと大切にしてほしいとはもちろんあります。それはどの方も思ってらっしゃると思うんですけど、はい。僕が、まあ確かにこれがいい。ね。例えば遊戯王コラボでこれやられると、遊戯王は遊戯王でもうキャラがいっぱいなんで多分無理だと思うんですけど、はい。自分のもし大好きな作品にこれをされたら多分イラッとしちゃう気持ちもわかります。はい。だからもう僕が思うのはもうちょっとコラボに対してのそのリスペクトっていうかね、はい、持ってそのコラボ期間をせめて開けるとか、今だったらね、そのマーベル、いい点では伝えたんですけど、マーベルコラボのすぐ後にスーパーゴッドフェスでこちらのアグリゲートや、ヒカリン・ワルリン・ローレンスが入ってる部分はすごくいいんですけど、はい。果たしてそのマーベルが大好きな方からしたら、そのマーベルコラボ期間中に、このね、チェーンソーマンコラボがやりますって発表されて、嬉しいかって言われたら、僕は嬉しくないなと思って、はい、そういったね、方々もいらっしゃるって、その、ね、リスペクトを持ってほしいなと思ってはいます。はい。
あとそうですね、この例えばバファーズドラってそのいろんなあの遊び方があって、はい、例えば、僕だったらちょっと前まで動画出してたんですけど、今ちょっとねちょっと時間が割いてる暇がなくてログインはしてるんですけど、まあ、属性で縛って貼ったりとかする方もいらっしゃったり、属性で縛ってるって方はその公式さんもやってらっしゃるように、ガンホーさんのあのバズドラオリジナルキャラ、オリジナルのキャラで、はい、コラボキャラ禁止とかでやってくださいとか、例えばアシストは OK ですみたいな感じの遊び方をされてる方もいらっしゃると思うんですよ。だからそこも逆を言えばコラボキャラ縛りだとかコラボキャラ禁止縛りだとか、それで遊んでらっしゃる方からするとこのガチャはめちゃくちゃ引きにくいなと思ってます。はい、こういう形をコラボでされるとめちゃくちゃ引きにくいガチャだとは思います。はい、それもそれで、はい、わかります。はい、そういった面で、ちょっと、って思われるのは、もう仕方ないと思います。そういう遊び方をされてる方もいらっしゃるんで、はい。ただ、そのね、バズラっていう、その、ことを、まあ、楽しんで遊んでる以上は、まあね、ご決められたルールっていうのは、その枠組みで遊ぶものだと思いますし、ね、はい、そこに文句、そのルールに関して文句言うんやったら、本当に先ほども言ったようにその公式さんにちょっともう言うしかないんだなっていうのはあるかな。はい、あとはその一番の原因が、これは僕が一番嫌いなのはあのもう前から言ってるんですけど、前からちょくちょく言ってるんですけど、これをねあたかもその炎上してるように、またその炎上してたとしても小さな火種だったとしても、それに油を火に油を注ぐような、動画を出してる、はい、まあインフルエンサーと呼ばれるんですか、大手インフルエンサーの方々が、ね、ちょっと言葉に品のない、ね、はい、品のない言葉を使って、はい、それを叩いてる、そういう動画を出してるのが、まあまあ、僕は悪いと思います。はい、まあそういう方たちはね、はい、もう、まあ、YouTube で、はい、いくらやってました、はい、いくら稼ぎましたとかなっても、はい、一つのコンテンツが全部ずっとね、終わりがないってことはないので、それが伝えた後、じゃあどうやって生きていくねんっていうなった時に、まあそういう界隈ではもう生きていけないよねって思ってますよ、僕は。だからね、はい。思ってます。とっとと消えろと思ってます。はい。そこをね、別にその、このシステムが悪いんじゃなくて、あたかもそれをむちゃくちゃ悪く批判して、だってそのに賛同してる、自分の意見を持たない方々もそうだと思いますけど、でも、もちろんわかりますよ、ね。インフルエンサーってね、方ってすごい影響力があるんで、そこをあたかも、そのね、あたかも解約。まあ、解約な面はもちろん否めないんですけど、そこをね、あまり汚い言葉でね、言って煽って、火に油を注いで、そのね、小学校1年生ですか?その、誹謗中傷と呼ばれるようなものをね、簡単に書き込んでしまえるような方たちの燃料を投下してる、もういいわ。社会不適合者が、僕は原因だと思っております。てな感じですね。自分の僕の持っていることは。はい。まあこの動画はね、はい。どうしようかな。これもう本当にあんまりこんなこと言いたくなかったんですけどね。はい。これが僕の今回のチェーンソーマンコラボに思っていることの全てでございます。はい。まあ、基本的に僕はそのパズドラ大好きなのか変わりないんで、はい。ただ遊戯王コラボの時に、クソリポーク、クソ引用リツイートをしてしまっただけで。僕もしてるんで、その気持ちはわかるんですけどね。はい。ぜひぜひ皆さんね、その、まあ、ゲームもね、エンターテインメントの一緒なんで、はい。そちらはね、はい、まあ、十分にね、もう、自分の楽しめるやり方で楽しんでいけばいいし、そのガチャがね、別に大好きな方々としてはね、別にこんなことされても引くもんは引くんですよ。僕もだって、芝居の丸で、だって、チェーンソーマンコラボ、チェーンソーマンコラボ僕知識なんて全くないですよ。僕、ほんまに主題歌が米津玄師さんだっていうことしか知らないんで、はい。もう、ヒカルンは、ヒカルンって言うと思った。ヒカリン・ワルリン、ローレンス。欲しいんで、僕も。つうか、ヒカリン・ワルリンが欲しいんで、僕はもう爆速で弾くと思います。解釈されたら。そんな感じなんで、はい。皆さん、まあ、ね。あとはそのね、その、やっぱりね、その、
うん、あまりそのね、本当に何回も言うようですけど、汚い言葉を使うと、それを嫌がってその SNS 離れっていうのが拡散されてるんで、その、ね、まあ、っていうことはそのパズドラを楽しんでる方が、こういう界隈なんだっていうのをね、思って、その、入り口がね、狭まってるんですよね、そういうのって。やっぱソシャゲ界隈って荒れてるんだって、そういうのもあるんで、はい。今回のガチャに関しても、入り口を広くするために、こういうラインナップにされたことだと思ってますし、はい。まあ、何が何でもね、その嫌い、なんか、悪い部分だけ見るんじゃなくて、もっともっといい部分見て、はい。楽しんでいけばいいんじゃないですかって思います。はい。まあ、こんな感じですかね。後で言いたいことがあれば、付け足しておきます。では、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ほんまごめんなさいね。いつも僕の楽しんでる、パズドラをただただ楽しんでる、僕、おじさんなんですけど、はい。そういう動画を、楽しんでチャンネル登録されてる方には、本当申し訳なかったです。はい。で、少し長くなってしまったんですけど、はい。今回の、はい。もうこの、あんま言いたくないんですけどね、ほんまこういうのも、はい。でもなんかもうね、あんまもっと見てられなくて、はい。楽しんでる方たちはかわいそうだなと思って、はい。今回はこんな動画にしました。はい。それでは今回のお相手は私、ゆうでございました。ぜひ、もしよかったら動画の評価や感想や、いただけると幸いでございます。はい。はい、そう、格好つけてるで言えば、格好つけてるで言えば、またもっと悪いんですけど、だって e プリントでね、コンビニで僕写真売られてるんですもん。それはだって格好つけるの仕事ですもん。はい。それがお仕事なんですか、しゃあないよなぁと思って、はい。それではね。